エリテンチャンネル。はい、というわけですね、多分僕一人しか多分皆さん映ってないですよね。あまりにもちょっと可愛すぎるんで、どんどん綺麗になっていくか、透明度がどんどん増していってるのは多分今皆さんに見えてございません、今。はい、嘘です。今日ほんま撮影する予定やったんですけど、エディがちょっと急遽もう来れなくなってしまったんで、僕一人でのお届けで今日北千住に来ております。というわけで今日の企画はチャンネル登録者数を伸ばそう。いえい、地道にこう歩いてる人たちみんなに声かけて登録してもらおうと思って、で、ただそれだけじゃ面白くないんで、一緒にインタビューもしていこうかなと思ってるんですよ。で、インタビューの内容もそれで考えました。で、エリーの写真を見せてみんなどういうイメージを持つのか、これを聞いていきたいと思います。もしかしたらね、俺だけかもしんない、こんなに可愛いと思ってんの。世間様はもしかしたら違うかもしんないだからエリーのその見た目からどういう性格だとか、どういう印象を持ったのか、そういうことを重心に聞いていきたいと思います。それでは早速レッツゴありました。全然、むしろ楽しんでください。あ、これ声かけの途中ですけど、いやもう ここ何なんですかここ俺3年目ぐらいまでここに何だっけ、フリップのやつをここに置いて、ストリート一発ギャグライブやってますってやつやってて、ずっとここで俺多い時5、6時間ここでギャグやったことある。結構やってたよ、1年目から3年目ぐらいまで。すごいな、それすぐそこだったからさ、家が、うん、基本的に乗り換えでここ使ってたから、ここでやってた。で、それ以降なんかちょこちょこ他の芸人さんここでギャグやってるの見てたよ。マジで、うん、だから多分その流れがまだ受け継がれてるとしたら、パイオニア多分俺、うん、ここが僕のアナザースカイまだ一組もインタビューできてませんけども、みんな嫌だって言うの。今100組ぐらい声かけてる全員が嫌だ。多分怖いんかな、見た目が。しょうがない、だって見た目怖いもん。あ、ビビって多分みんなやってくれへんって。100組ぐらい声かけたんだけどね。シリ、質問していいですか。どうぞ、何でも聞いてください。渡辺エリーのことどう思う。私にはどうお答えすればいいのか分かりません。何か他にお手伝いできることはありませんか。というわけでですね、帰ってきました。僕ん家にインタビューしようと思って北千住に繰り出したんですよ。でも片っ端から北千住駅にいる人に声かけたんすよ。したらもうやっぱ周りがね、もうシャイすぎるから、俺めっちゃ声かけたで、普通に。ねえ社長、何声かけたんだっけ。100人ぐらいエリーについてどう思うかって街の人に聞こうと思ったけど、それができなかったから代わりに、ネットに聞いてみたいと思います。じゃあまず定番のウィキペディアからでいくか。早速エリーって打ちました。第一子誕生発表の3代目 JSOUL BROTHERS のエリーでしょうね。エリー違いだ。渡辺エリーで調べよう。あ、いた。エリー、日本の女性タレント、モデル。あ、タレント兼モデルなんだ。まあでもそうか。別名義渡辺エリー、旧芸名。生年月日1994年4月13日、26歳。もうアラサーだもん。しっかり活動期間は2003年からで、オーストラリアのゴールドコースト出身。うわ、めちゃめちゃいいとこやん。日本人とオーストラリア人の間に生まれたハーフ。よかった、人と神のハーフじゃなくて。
2013年9月19日ワールドサッカーコレクションシリーズのナビゲーターガールと、ナビゲートガールだったらしいよ。知ってた？知らない。絶対知らないよ。多分ゴールあるの知らないんじゃない？勉強したんかな。いや、してないよ。だってサッカー好きってまだ聞いたことない。あ、なんか言ってたかも、サッカーやるって。天才志村動物園出てる。私たちは天使だ、教えて浜ちゃん、芸能界で当てた親孝行するぞスペシャル。特番かな。特番だね。テストの花道、弁部メンバー、趣味道楽、趣味道楽、私と優しの美味しい関係。俺、エリーが野菜食べてるとこ見たことないかもしれない。あ、ウェブテレビのところね。かぐや姫と7人の王子たち、かぐや姫、エリー役。エリーってあれ役だったの？まあでもなんかそんな多くないね、なんかその、ウィキの情報。もっといっぱいあるだろうに。俺書いてあげようかな。ウィキには欲しい情報がない。そもそもだから、可愛い可愛い言っているのは俺だけなんじゃないかっていう疑問があるわけよ。だから世間様からどう思われてるのか多分大事。渡辺エリー評判。一番上に出てきたのが、渡辺エリー、かぐや姫エリーの現在やテンテレが可愛い、経歴にインスタ。え、待って、面白さある。エリーかっこファッションモデルの噂評判ってのあるよ、サイト。エリーに対する評価、印象は1位愛すべき 57%、 2位憧れ 23%、 3位話題 19% あると考えられます。何これ。でもすごいな、こういうサイトあるんだ。エリーちゃんは可愛すぎる件についてです。言われてるやん。顔が小さく、スタイル抜群、心も純粋で可愛いと話題になっています。心も純粋？なんか俺に聞くの。やっぱさ、よう知ってる仲間って言ったら今この場にね、もう一人いるわけや。純粋だと思うよ、マジで。うわ、リアルに。リアルに純粋？うん。汚れてると思う。全く。やっぱエリー、やっぱ誰が見ても可愛いみたいよ。今のところはね。ハッシュタグ渡辺エリーあるよ。渡辺エリーだと結構昔のになっちゃうじゃない。ほんとだ、でも2018年。ふふふふ、かわいい。エリーはなんか消費税 8% に上がった時になんかインタビュー受けてて、 8% に上がったことを知らなかったことしてなんか出てるよ。いいや、もうエリーっていう名前が今馬が一番出てくるよ。エリーあれだね、いっぱいいるね。しかもほら、エリーさんがさ、第一誕生だから余計にトップに上がってくるのがエリーさんだね。 JSOULBROTHERS のエリー出てこな。いや、エリーだる。エリー自分のことは英語さ、どうやってんだろう。エゴサできませんでした。エリーの印象も聞けなけりゃエゴサもできねえやん。何らかの形でエリーのみんなの印象をこれからも探求していきたいと思います。それでは See you。 ライトインタビューはリベンジしよう。しよう。さすがにマジで悔しい、つらい、マジでモヤモヤする。マジで一人もできなかった。3組しか声かけれてないから。